いやー疲れた疲れた疲れた。いやー今日の寒かったな。ちょっと休憩休憩。いやー牛乳でも飲まねえと。やっぱ牛乳は 100% に限るな。ふう。お雪だ。もしもし、どうしたの？また神奈川県警不祥事だって。牛乳飲んでる時にやめろよ。どうせあれだろ、酒飲んで暴れたとかだろ。だくよ。部下のにバロウソク垂らして汚職が200万円だって。情報量多すぎだろ。めちゃくちゃじゃねえかよ神奈川県警よ。もうあれだな、配達なんかしてる場合じゃねえよ。家帰って撮影しないと。帰るからさ、準備しといて。うん、急ぐからよろしく。じゃあね。いやー本当に神奈川県警よ、どうしようもねえからよ。もう急がねえと。ザッス。元神奈川県警察巡査部長ヨッシー部長とジャマルです。いやよろしくお願いします。お願いします。いや、やったな神奈川県警な。やっちゃったっすね。はい、じゃ今回のニュース大変なことになっています。はい、ちょっと読み上げてみてください。はい、ちょっと私からもちょっと先にちょっと陳謝させていただきます。すいません、いつもいつも神奈川県警が。神奈川県警現職警察官が逮捕されました。受託収賄容疑で大和署勤務の警部補加藤さんですね。加藤被告、愚か者です。加藤は警察が扱う遺体の搬送業務を大和市の葬儀会社林間葬祭に斡旋する見返りに金品を受け取っていました。逮捕容疑は19年3月以降13回にわたり現金と商品券約200万円分。200万なかなか多いね。余罪を含めて捜査しています。信じられない。13回で200万だ。結構1回でも受け取ってるしね。額が大きすぎます。で加藤、信じられません。はい、で加藤被告なんですけれども、はい、2月15日横浜地裁で初公判が開かれて間違いありませんと起訴内容を認めた上で、神奈川県警はどこの警察署でも葬儀会社から金券もらっていたと爆弾証言、警察関係者に衝撃が走っているということで他の人も巻き添えを食らっておりますね。そう、はい、ということだそうです。はい、ね、あなたは何もらってたの？俺はないよ。俺はないよ。何百万もらったの？ちょっと全然何言ってるか分かんないんだけど。で、俺？うん、そんなもらえんの簡単に。いやいや、ないっすよ本当に。あれだよ、あのね、正直話しますよ、もう時効なんで、あれだよ、あの交番にさ、葬儀屋さんからね、月に1回、いつもご遺体の処理、お疲れ様ですと、そういう形でね、お弁当が来てた。弁当だけ？お寿司だったりだけ？あとね、ビール券とか。ビール券ちなみにいくら分ぐらいもらってたの？あ、でも一つの交番で、ビール2本のやつが6枚とか、あの、よくあるこのぐらいの、はい、2本に交換できるようなやつが来てたとか。でも結構安いね。それはそれだって1枚あたりいくらぐらいだと思う？ビール券500円券とか転園しないぐらいじゃないかな。で6枚で交番ってさ、いっぱいいるじゃない、交代制勤務だから、で1つの交番にそれだから自分の手元に来るのは1000円分ぐらいでしょ。1枚も来ないんですよ。1枚も来ないの？来ない来ない。そう、うん、もちろんね、うん、これは、俺が交番してた時だから十何年前の話です。今はもうこれね、受け取りすらしないことにしてるそうです。あ、そうなんだ。誰かが俺のコメントを残してた。うん、あの警察にね、感謝の気持ちを込めて、
以前なんか扱ってもらったからね、うんうん、お菓子を持ってたんだって、うんうんうん、そしたら断られちゃったんだって。うーん、要するにこういう受け取りはもうできないですと。うーん、今はもうやってないんですよ。うーん、うん、当時はあった、うん、警察と業務パートナーだよね、うんうん、はいろんなとこあるじゃない、うん、例えば、葬儀屋さんの他にもあとレッカー会社、これ交通事故でさ、あの処理してで動けなくなった車運んでもらうからね。何これめっちゃ多い。レッカーさんはねあのジュースく、ジュースとか言って大丈夫だよもう。レッカーさんはあれお菓子とかジュースとか、うんうん、なんかたまにね会社遊び来てっつって、うん、休憩してきなよって言ったらそれだけだよ、うん、どうよそれ問題。まあ、ビール券は金券だからねと思ったけど、うんうん、まあ、結構額が少額だったから、うんうん、まあ、でも基本的に例えば学校の先生とか、うん、子供がいるけど保育園の先生とか、うん、なんかこうお世話になった時に物を渡すっていうのはちょっとやっぱ考えるから、うんね、企業とかだったら多分またよろしくねって言ってちょっとなんかこう菓子折り持ってったりとかするのってよくあることだと思うんだけど、やっぱ公務員だからダメじゃない。学校の先生とかはやっぱこう公務員だったらどうなんだろうって思うもん、うん、県立私立とか。あ、そう、私立だったらいいのかなって思うけど、そういうところの差はあるかな。まあでもさ、うん、一応仕事のパートナーだからさ、うん、挨拶あるわけじゃん、どうもみたいな、うんうん、やっぱりこのお菓子で釣られるってわけじゃないけどさ、うん、あ、お菓子くれた葬儀屋さんだ、レッカー屋さんだみたいな感じでさ現場で会った時にねあ、この間ごちそうさまでしたとかさ、円滑になるのは事実ですよ。ちょっとお菓子お弁当ぐらいはさ、うん、別にない言うことじゃないんじゃないって思っちゃうけど、どうなんですかね、ダメなのかな公務員っていうのは。難しいんじゃない、続かれた時に怖いから、ね、お互いやらない方がいいんだけど、そうそうそう、まあそういう問題じゃないからね。まず額がね、うん、今回は200万いただいたってことだけど、うん、この方は、まあ、林間総裁を実質的に経営してたのが河合さんっていう方の奥様で、その河合さんが、うん、定年で一回退職してるけど、うん、再雇用されて、うん、警察署でまた働いてる方だったんでね、うん、別の署で、うん、はい、で、遺体の検視を担当してた加藤さんと頻繁に連絡を取ってて、うん、まあ、おそらく自分の奥さんの会社にこう仕事を流すような流れだったんだと思うんだけど、うん、あ、もうズブズブな関係ってやつだね。そうですね、うん、でこの方はですね、パワハラ野郎だな、ちょっとそうですね、問題行動が多かったそうで、うん、部下を殴ったり蹴ったりするの日常茶飯事で、うん、まあ、競馬などギャンブルが好きで大酒飲み、うん、酔っ払うと部下を深夜に呼び出して家まで車で送らせていた、うん、で、2007年には訓練期間中に暴行事件をしていたと、うんうん、お酒飲んでて機嫌が悪かった加藤さんは、うん、若手の余興がつまらなかったことに腹を立てて、うん、一発芸のために用意されていたろうそくを垂らしたり、うん、を尻に刺したりしたのです。広告入んねえじゃねえかな全部 P ね、うん、しょうもねえよな。ちなみに、うんうん、これは翌年耐えかねた若手隊員が上司に直訴したんだってこれは、うんうんうん、だけど洞爺湖サミット近かったため不祥事が公になることを恐れた県警は加藤さんを所属長注意としただけでした、うんうん、でも県警本部はもういただいたご質問はお答えできませんということでここは話してくれないらしいんだけど。なるほどね。所属長注意とは気をつけろよと、うん、いう程度ってことだよ。うーん、もうその通り。所長とかからその通り、所属長だ、うんうん、そこの所属だから、うん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 、から今めっちゃ軽い処分ってことだよ。うーん、懲戒処分って減給だとかさ、停職とかいろいろあるじゃん。で、免職、一番は免職よ、うんうんうん、その中のもう反省文書きましょうねぐらいのやつですよ。うーん、俺ね、ほんとこの手の警察が一番嫌いなの、うん、仕事はバリバリする刑事課のお巡りさんで、うん、部下にはパワハラする、うん、もうね、ザ・めんどくせえタイプのおまわり、こういうのはね、うん、ゴロゴロいるんだよ。今回の件、うん、一番の問題点、うん、なんだと思う？なんだろうね、なんだろうね。そうでしょ。
でやっぱりこの件の一番の問題点は、うん、部下がさ、うんうん、上司に、うん、私パワハラされてますと、うんうんうん、直接直訴してるのに、うんうん、適当な処分で終わってることなんですよね、うんうん、もうパワハラするやつはもうろくでもねえから、実際ねパワハラするやつ仕事できたりするのよ、うんうんうん、この人に限らず。だから組織の幹部も、うん、お前よく頑張ってんなってなってたじゃん今回のも。あ、そうなの、うん、上司には疲れていたって書いてたじゃん。あ、そうなの。そう、うんうん、これ上手なんですよ、うん、それがパワハラするやつなんですよ、うんうんうん、それを野放しにしたってこれ記事の通りじゃんかよ俺言ってんのは、うん、でもその通りなんですよ、うんうんうん、ただ一点ですね、うん、ちょっとその前の段階で気になるところがあるんですけれども、うん、そもそもですね、一発芸をしなきゃいけない余興なんかもう多分若手やりたがってないのにやらせていて、ろうそくとが必要って、そういうゲスな笑いをしているそのまず宴自体に問題もあると思います、うん、そうやってる側そんな楽しくないって前言ってたじゃん。全然楽しくない。で若手はなんか笑わせなきゃいけなくて、うん、まあ、下品なことした方が男ばっかなんか喜ぶから、うん、ろうそくとを用意して何の宴をしてたんだか知りませんけど、うん、もうその体制自体古いからね、そんなのどこの会社ももうやってないんです、うん、まあ言うてこれで2007年の記事まあもう今やってる人だいないと思うけど。本当に。でもね、警察の飲み会って見たことある？なるわけないじゃん、警察じゃないんだから。いやもうの居酒屋さんとかすげえクレームもんだよ、下品だし、あのビールにさタバスコこんなん入れてさ、俺はそれ最近までやってたの見てるし、うんうん、そんでさ、なんだ先輩と後輩がやり合ってるわけでさ、うんうん、お互いの関係性上それが成り立ってんならいいけど、うんうん、成り立ってない場合もあるから今回直訴してるわけでしょ、うんうんうん、見てるこっちもさ、なんかうざー気持ち悪いとか思うの、うん、めんどくせえなこいつらって。だけどみんな見てみるにするんですよ、うん、こういうめんどくさいパワハラするようなやつには、うん、あの関わりたくないんですよ、うん、警察官って意外に性格おとなしい人の方が多いんですよ、うん、みんな真面目だから、うん、そうか。だけど、うん、こういう加藤みたいなのが目立つんだよ突出してんの、うん、それが警察組織なんです。どうしたらいいですか？本当にこういうタイプ嫌いだから、うん、でまあ最後になりますけども、うん、こういうのあるとさ、うん、必ずねあの現場で、うん、だからおめえら神奈川県警はろくでもねえなって、あ、そうやって言われるのがね、うん、何より嫌だったので、うん、あの皆さんね職務質問とか交通取り締まりとか、うん、警察官と接することあると思いますけども、うん、まあそういうことはね言わないであげてください、うん、警察部外者からさせてもらうと、うん、まあそれはこう単価切った感じで、だから神奈川県警はよってただ悪口言いたくて言ってるだけだと思うんだけど、うんうん、でも結局神奈川県警のその個人に対してその警察官はいい人だったとしても、うん、神奈川県警の体質が悪いというか警察自体の多分組織の体制が悪いのは明白だよね、うん、隠す体制で、そのサミットがあるからなんとかでやらないとか、さっき言ってたけど、じゃあサミット終わった後に処分するのかとかそうでもないし、まあそういうのは結局変えていかないといけないと思うんだよね。外部の人が入った方がいいぐらいなんだよ。本当はね、外部のコンサル会社とかが入っちゃえばさ、そうそうそう、ここは経費の無駄ですねとか、こういう流れ良くないですねとか変えれれば一番いいけど、公務員だからそれが多分ありえないから、で、今働いてる人たちは結局、声上げれないじゃん、叩かれちゃうし、働ききにくくなっちゃうし、辞めたくないしって多分あるから、まあ実際言うのは難しいと思うんだよね。で最近 YouTuber もね、どんどん元警察官 YouTuber と他にも出てきてするよね。ああ、元警察官、元消防士とかなんかね、まあ表に出てきな、来なそうな人が出てきてるな。そうそう、辞めたら、あ、なんか言われちゃうなって警察の組織も危機感持たなきゃいけないよね、辞めたら発信されちゃうって、悪いことしてたら暴露されちゃう、明るみに出ちゃうなって思って、もう少し組織の体制を変えていけたらいいと思うから、言っちゃうよ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 。そうですね、なので元警察官の YouTuber、他の方もぜひ頑張ってください。そうそうそう、ね、本当どんどん言った方がいい、良、くないのを改善しないといけないと思います、うん、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ザッシャー。今やってないから、そう、賄賂とかないから。